こんにちは。お昼の速稼塾ニュースの時間です。皆さんの周りにいませんか、こういう人。なんかね、会話をしてるとすぐにですね、プライマリーなんとかとかね、プライオリティだとか、なんかそのモチベーションだとかね、アジェンダとかスキームとか、なんかいちいち横文字挟んで喋ってくるやついるんですよ。腹立ちますね。なんかカッコつけんなって思うじゃないですか。だからね、横文字を使いながら喋る人って信用できないとか、めんどくさいって感じる人がいるのは事実なんですよ。でもですよ、私はそうは思わないんですよ。実はね、この日本という国が日本語しか使えないところで、こういうふうな横文字をなんとか入れてなじませようというふうなね、圧力にすら拒絶反応がある、いわゆる和製英語すら使うなよっていう人がいる限りは、この単一言語単一民族のこの全く一つの考え方、右へ習いっていう精神は変わらないんですよ。だからこういう人が新しい時代の侵入を防いでるっていうかね、邪魔してるんですよね。横文字多いに結構じゃないですか。昔から私たちはストレスなんて言葉を持っていなかったんですよ。わずか100年もしないその昔にストレスって言葉が輸入されて、今もう普通に、ね、ストレスって言葉を使ったりしますよね。先ほど言ったモチベーションなんてのも、言ってみれば日本語で言ったらやる気ですよ。やる気って言えばいいのに、モチベーション上げていくぞって結局みんな馴染んできてるんですよね。そういう風にちょっとずつ日本語以外の言葉をこう入れてこようとしてるんですよね、ある勢力が。で、いわゆるね、意識高い系っていう人かもしれません。そういう人は先んじて日本語以外のものもいろんなところに入れて、それでも共通の言語として使えるように工夫したり努力してるところもあるんですよね。それを拒絶するってことは、これからも先日本語しか使いません、英語なんて入れないでください、私たちはもう狭い国家の中、島国の中で鎖国するんですって言った精神と同様なんですよね。私はだから横文字に対して、そのまあカッコつけて言ってる部分があると思うんで、それは鼻につくと思うんです。鼻につくと思いますけども、まだね、レベルがまだまだ初歩的なものだと思います。これがですね、英語で喋ることが当たり前になってきたときに、英語持ってくるなよって言った人はむしろ少数派になっていくんではないかなと思います。さあ、今回の動画の結論ですけども、日本語は当然大事にしてください。でも日本語以外の言語を、せめて英語はですね、抵抗なく喋れる、使える、話せる、こんな人間になっていかないといけません。次の世代の方のために、我々が身をもってですね、英語に対して拒絶反応を起こしてないって姿ぐらいは見せていかないと、本当にやばい国家をこのまま作ってしまうんではないかなと思います。もうね、結構イケてる人はみんなね、英語ぐらい喋ってますからね。当然ですね、オフィシャルなアナウンスをする人みんな英語喋ります。私も英語での PDF ファイルの、その情報収集が9割ですよ、私でもですね。もちろん英語じゃなくて日本語訳を見て判断できる方もいるでしょう。でも多くの情報が遅れたりする方っていうのは、情報の量が少ないっていうのは、日本語しか頼りにしてないからね、圧倒的に少ないんですよね。75億人いると言われてるこの地球でですね、1億人ですよ、たった。日本語だけしか使えない人、我々は少数派なんですよね。英語を使ってる人っていうのは25億人から30億人の間でいると言われてますけども、圧倒的に情報量が違います。思考の種類も違います。有名人、著名人、力のある人も、日本語圏内から生まれてくる人よりも、日本語以外の圏内から生まれてくる人の方が多いですから、我々はすでに、もう敗北しているところが多いわけですよね。まあ、ですので、その横文字が出てきても抵抗なくですね、乗り越えていくような癖をつけていけばいかがでしょうか。それでは本日も放送を見ていただきましてありがとうございました。ちなみに、例のやつの返礼金が今日入ってると思いますので、皆さん銀行口座をご確認ください。今月もお金がね、増えてよかったですね。もう5年近く、私はもうこの放送を毎月毎月25とか27とか1日に言ってますけども、皆さんの口座にコンスタントに日本円がどん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 振り込まれて、もう経済的な問題は解決できた方が多いんではないでしょうか。私のグループも500名を超えてですね、おおむね速稼塾の塾生さんの半分以上になっているかなと思います。まあ、私が勧めてやらない人って本当に少ないです。8割ぐらいの方がある例のやつに参加してますからね。で、私の方でもね、もうこの紹介してもらってよかったとか、これに出会えてよかったと、お金の苦労がなくなりましたっていう姿を見てね、本当によかったなと思います。以上です。